それでは線形結合と生成される部分空間ということで解説をしていきましょうまず一時結合、まあ、線形結合タイトルは線形結合になっていましたけれども、まあ、一時結合リニアコンビネーションというものを定義していきます V をベクトル空間、形状のベクトル空間として、ね、V1 から Vm、ね、それから C1 から Cm の M 個のスカラベクトルとスカラの組みをそれぞれ用意します で、これに対して CIVI というスカラ倍の和ですね。スカラ倍ですね。これの和ですね。シグマの i コール1から n までという形で、つまり書き下すと C1V1 足す C2V2 足す点点点 CMVM というやつですけれども、この形のものをですね、C1 から CM を係数とする、まあ、係数を明記する必要なんですけれども、係数とする V1 から VM の一時結合というふうに言います。 一次結合というのは、ですから、ワトスカラ倍の組み合わせで構成可能な一般形と、まあ、演算としてはワトスカラ倍なんですけども、このワトスカラ倍をいろいろ組み合わせていくとですね、結局、こういう形の有限このベクトルの和ですね、スカラ倍して、そして足すと、まあ、足してまたスカラ倍すると。 まあいろんなものをですね組み合わせていくと、まあ、結合法則とか分配法則を使っていくと、まあ、最終的に全てのこのベクトルの演算で得られるものって全てこういう形をしているというわけですね、まあ、これが一番その演算を複数組み合わせて得られる、まあ、一般形であるというふうに言うことができますで例えばですね100010001 00という基本ベクトルですね これの一次結合としてはこういうベクトルが得られますと。で、まあ、一般に xyz っていうのがスカラーだとするとですねこれの一次結合はいわゆる R3 の計算の数ベクトル3次元数ベクトル xyz をこうやって表すことができるというわけですね。で s をですね v の部分集合に対してこの s の弦の一次結合という言い方もします。 つまり S の弦が, S がまあ V の、まあ、有限個の部分集合だとするときにその弦の一時結合という言い方もします、まあ、この場合集合ですから順序というのはちょっとまあ忘れるわけですけども、まあ、順序も一応指定して、まあ、スカラーはだからスカラーを考える係数を考えるときはその係数をその S の各要素に対して指定して一時結合を作るとでこの S がですね、まあ、今の場合 V1 から Vm と M 個と有限個だったんですけども無限 集合の場合も S の弦の一時結合というのは考えられるわけですね。ただしその場合は必ず S の中から有限項を選んできて、その有限項のベクトルの一時結合とです、ね。一時結合は有限和のみで考えるということですね S の。S から有限項のベクトルを取ってきて、それの一時結合を考えるということですね。 はい。それでは、一時結合の例をいくつか見ていきましょう。V を多項式のナスペクトル空間としてですね、まあ今 5G 以下としていますけれども、V1 を1、V2 を X、V3 を X 2乗としましょうと。で、係数としてですね、例えば C1 を3、C2 をマイナス2、C3 を4とすると、まあこれはもちろん3、1、2X、4X 2、X、乗っていうスカラバイを足すということで、まあ 3-2X プラス 4X 2乗になると。 いうことですね。同様に、まあ、一般に ABC というのを何かこう、K のスカラーだとすると、まあ、一時結合はこういう風うになって、A たす BX たす CX 以上という、まあ、多項式、二次以下の多項式が出てくると。もちろんこれ同じ係数でもですね、V1、V2、V3 の順序等が変わるとですね、異なるベクトルが出てきます。まあ、例えば、V1 が X 以上で V2 が X で V3 が1だとすると、 AX0 プラス BX プラス C ということで、集合に対して一時結合が定義されるわけですが、実際に計算するときは順序によって当然変わってくるわけですね。次に数列の空間でですね、これフィボナッチ数列と言われる数列の全化式と同じ全化式を満たす数列ですね。フィボナッチ数列はこれが初項が1で、第2項が1だというときにまあ一般に言うんですけれども、 まあそれと同じ全化式を満たすと。まあ要するに前の項とそのもう一つ前の項を足したものが次の項ということで、前二つでその次の項が決まっていくというそういう全化式。三項間全化式というやつですね。例えば V1 をですね、このように初項が1で第二項が0の弦。まああとそれでどんどん決まるわけですけども、それから V2 をですね、01。 で、始まるやつというふうにしましょう。えそうすると、まあ、C1、C2 を一、係数と数値結合はどうなるかというと、まあ、V1 を C1 倍しますから、まあ、C1、まあ、ここのところは C1、これは C1 倍で、これが C2 倍されますから C1 と。で、C1、C2 で C2 と。で、C1 たす C2 と。 C1 たす 2C2 という形で C2C1 たす 3C2 と。で、これはもちろん最初の2つこう C1C2 がこう決まっていればですね、まあ、自動的にこれこう決まってくるわけなんで、まあこれがあの部分空間になっているということを使うとですね、まあこれ別に計算しなくても、最初の2項でも完全に決定してますので、まあ確かにまあ、ちゃんとこれがあの輪について閉じ、一時結合輪とかスカラバについて閉じているなっていうことはまあこれでもわかるわけですけれども、 まあ、こういうふうにして、一時結合が計算されるとです、ね。つまり、この V3 っていうのは、初項が C1、第二項が C2 の V の弦を結局表しているということになるわけですね。それでは、例題をちょっとやってみましょう。まあ、例題といっても簡単なものなんですけれども、ベクトル空間 V の弦 XYZ トスから PQR について、まあ、こういうふうにいろいろちょっと 組み合わせて P 倍したり9倍したりまた P 倍したり引いてみたり足してみたりいろいろしてみてしてみるんだけど結局これらがですね X Y Z というま使われているベクトルの一時結合として整理できるということをま確かめなさいというまあそれだけの問題ですねはいそれではちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。一番はですね、もうそのまま計算する。まず最初に分配法則を使って計算し、これも分配法則を使って計算し、まあ一応これ本当はカッコつくんですけども、まあ、あの、順序によらないので、まあこういう形で一般的にかけて、で、まあ、あの、加換法則とか結合法則を使うと PQ と R ですね。これがこうなって、X でくくれて、 x の係数は p q ひく r, y の係数は q, z の係数は r という形で計算できますと。で、同様に2番はですね、えっと、最初のここのところを展開すると p z プラス p q x ですと。で、マイナス r はなんですけども、まあ、これあの、これと、この、この最初カッコがこう、ついてるわけですけども、まあ、結局、あの、結合法則からカッコがなくても一緒で、これ3つということなんですね。で、また分配法則で、これを分配法則すると、 まあ別に3つでももちろん分配法則が成り立つわけで、こういうふうになりますと。ということで、こういう x, y, z の p, q 字乗をマイナス q, r, p, q を係数とする一時結合が得られる。こういうことになるわけですね。はい。まあこのようにスカラバイアワーをいろいろ組み合わせても結局一時結合の形にまとめることができますと。はい。それではここでちょっと問題ですね。まあ番外編として部分空間のイメージ。 これ以前授業の中でも聞いたんですけども、これをちょっと皆さんにちょっと、この段階で部分空間皆さんどんなイメージを持っているでしょうかというわけですね。では順番に上げていきますので、部分空間、これ部分空間の自分の今のイメージだなと思うのがあれば、ぜひそれを覚えておいてください。まず一番目。はい。あなたの部分空間のイメージは次のどれですかということで、一番目こうですね。この水色の部分が一応その、皆さんの持っている部分空間のイメージかな。さあどうでしょう。二番目。 こんな感じですかね。まあ、ぼんまあ、まんまるじゃなくてもいいんですけど、まあ、こんな感じでしょうか。えー、平面の全体、R2 の全体の、R2 全体の部分集合で、部分空間のもののイメージはどんなんですかということですけども。はい。3つ目はこんな感じですかね。まあ、1番とよく似てるんですけど、まあ、きちっと第1、えー、正原、第3正原の和集合だとか。あるいは、えー、こういうふにゃふにゃっとしたイメージでしょうか。あるいは、まあ、こういう、 イメージでしょうか。あるいは、まあ、こういうイメージでしょうか。ということですね。はい。えっ、ー、と、こういう6つのパターンを挙げてみましたけど、皆さんの持っている部分空間のイメージ、イメージですから、まあ、これ、まあ、正解も下手くれもないんですけども、まあ、実際これがこういう集合は部分集空間になっているかなというと、はい。まあ、正解はとか、部分空間として正しいイメージはどれでしょう。はい。 どれも違うんですね。どれも違いますよということですね。えっと、まあ、R2 の部分空間っていうものじゃあ、まあ、具体的にどういうものが部分空間なのかということを決定して、まあ、イメージを、ちょっとここでもし皆さんが2番だとか3番だとか4番だとか思った人がいるとしたらですね、ちょっとここで部分空間のイメージをちょっとね、あの、改めて捉え直してもらいましょう。ということですね。 で、こちらはまあ過去にやった黒板の写真を撮ったものですけども、えー、ちょっと台形補正をしてますけども、えー、こんな感じで、まあ今と同じような感じでや、やりました。えー、例えばこの1番のやつは12人の人たちが、こういうイメージだと手を挙げてくれました。えー、このこの円のやつもね、5、人が。で、またこの、えっと、第1小言、第3小言、17人。さすがにこれはいなかったですね。これは0人でした。 でこの直線で、ちょっと原点はちょっとわざと外してるんですけども、これ15人いました。これいなかったですね。これは1人しかいなかったですね。はい。まあ、これ1人手を挙げた人は、なかなかちょっとこう、勇気のある人だったと思いますけども、えー、皆さんはどうだったでしょうか。はい。まあ、あのね、0を含むとか逆減があるとかいうような性質を考えてみると、まあ見た、その必要条件は満たしている。 っていうものはあるんですけども、必要条件も満たしていないものもありますので、そういうものを含めてまチェックしてみましょうということですね。はい、それではこ,こ,でこれからですね、この今の話を解決するためですね、生成される部分空間という考え方を使って、今の問題をちょっと解決していきましょうということですね。 生成される部分空間、その位置として、まずですね、R3 のベクトル、123と2マイナス1、1というのを取ってきました。で、ここでまず考察1ですけども、この u と v というこの2つのベクトルからなる集合ですね。これを考えてみます。これは当然部分空間ではないですよね。えー、まず、ゼロ0もありませんし、u に対してマイナス u も入っていません。たった2つしか弦がないんですね。 まあこういう有限集合は今の場合部分空間のイメージには当然ほど遠いわけで、えー、これはもちろん部分空間ではありません。ですけども、部分空間っていうのは空集合ではないので何か要素を含んでいるわけなので、まあ、こういった一つ二つの要素を含んでいるはずなんですよね。ということで、この S をじゃあ含むような R3 の部分空間はどんなものになるでしょうということをちょっと考えてくださいということですね。はい。 で、えっと、そこでまあ考察なんですけども、今、0、まあ、が入ってないという話もありましたけども、とにかく部分空間ということは演算について閉じていなければいけません。演算について閉じているということは、この S を含むということは、要するに S の辺 UV を含む部分空間 W っていうのは、じゃあ何を含まなきゃいけないかというと、当然 U たす V を含まなきゃいけないですね。 一方で、スカラー倍も含まなきゃいけないから、まぁ、あ、U のスカラー倍、2U とか 3U とか 100U とか、すべての、まあ今実数ですから、実数倍、U の実数倍は含まなきゃいけない。ということは基本的には U の実数倍って全体で何かというと、まぁ、あ、U 方向の何かこう直線的なものですね。これが、まあ、W にすべて直線上の点、ベクトルが入ってなきゃいけないということになります。同じように V の方も入ってなきゃいけない。 ということはですね、ま、さらに考えるとですね、今、あの u、u たす v さっき考えたんですけど、最初。えっと、2u とか3、3u とか、マイナス 3v とか、マイナス 100v とか、500v とか、ルート 3v とか、ま、すべてこう直線上のものですね。この直線、直線、こう、えっと、2つあるわけですけども、これは v 方向の直線、こっちは u 方向の直線とするとですね、交わってとかも当然ゼロですけども、 まあこういったものを、まだ二つ足さなきゃいけないですね。足したものも入っていなきゃいけないですね。つまりどういうものが入っているかというと、まあ、こういう形の弦、えっと、ですね。これは W に入っていなきゃいけないということになります。ということは、えー、これどういうことかというと、UV の一時結合の全体ですね。UV の ST というまあ実数全て動いたときに一時結合全体を W は当然、そういう集合を含んでいなきゃいけない。 そうでないと、この W は部分空間になりませんと。まあ、少なくとも UV という2つのベクトルを含んでいる限りにおいてはこ、こういう集合ですね、W を含んでなきゃいけないんですね。ということで結論ですね、部分集合 S があって、まあ、これはあの別に2つだけとか3つだけ、あの3つなきゃいけないとか、別に有限集合でなくてもいいんですけども、まあ、部分集合 S があって、まあ、もし部分空間 W はこの S を含んでいるならば、 W は S の弦の一時結合全体を含まなきゃいけないと。まあ、S が無限集合の場合は、まあ、前に以前にやりましたように、まあ、S の弦のいくつかの有限集合、有限個の弦を取ってきた一時結合ですけど、まあ、とにかくすべての S の弦から、弦から作れる一時結合というものの全体をですね、すべてをですね、えー、含まなければいけないということになるわけですね。 ということで、この S の弦の一時結合全体の集合のことを、この小なり大なり記号というので囲んでですね、こういう記号で表します。はい。で、これをまあ S の一時結合全体を表す記号としてやります。ちょっと読み方は特にないんですけども、あの、小、S、S、S のハット、ハットしたいな。S の小なり大なり って言いま,すかまあ、適当に読んでください。はい。ちょっと今のところ、あの、後で正式名称と言いますが、これを何と呼ぶっていうのがありますので、その呼び方で呼び,呼びますので、ここでちょっとまあ、名前がないんですけども。で、えー、っと、まあ、今ですね、w が v というベクトルの、ノットゼロのベクトルを含めば、当然、この、こういうものを含むわけですね。v のスカラー倍全体で。これはまさしく、この今の記号で言うと v、v、v1 個の集合からなる集合音で、 一時結合全体ということになります。で、スカラバイ全体とか、スカラー倍全体ですね、えー、はこ全部含むと、こういうことになりますね。だからまあ、R2 や R3 の場合はですね、この原点を通る直線ですね、これね。あの tv、えー、x イコール tv っていうベクトルは、えー、t を動かすと v を、v 方向の直線全体ということになりますね。これをまあ含むと。ですから、 部分空間のイメージさっきありましたけど、部分空間として少なくともなんかこう、一つベクトルがあった、その直線は、直線は必ずなんかこうね、直線的なもの、まっすぐの長い、無限に伸びる、両方にこう無限に伸びる、半直線とかダメなんですけども、えー、こっちもこっちも両方伸びる、こういう棒がですね、一本、スポットどっかにこう入っているっていうイメージですね、がまずわかります。 今の場合ですね、この W はこの原点を通る平面を含む、この場合ですね、この場合はですね、えっと W は原点を通る平面を含んでいるんですね。これは何かというと原点を通る平面ですね。だから W はこういう平面的なこう広がりを持ったもの、こう全体ですね。こう平面的な広がりを持ったものをこう、W は含んでいるということがわかります。つまり、えー えー、R2 の中の原点を取る直線や原点を取る直線平面はいずれもこう、実はこれ部分空間になってるんですけども、こういうものが、まあ、あ出てくるわけですね。で、実はこの S という小なり大なりというか囲んだこの S の一時結合、S の弦の一時結合全体は部分空間になるということがまあ後で証明できます。これはこう あとでやりますけども、S がまあ無限大のとき、無限集合のときはですね、このファイムも一応この記号は使えるんですけども、この集合は先ほども言ったようにですね、S のまあいくつか有限集合ですね。S の部分集合なんだけども、それの、えっと、S の無限,有限集合での全てにわたって、このその有限集合の一時結合でかけるものですね。そういうものを全部集めてきなさいと。 まあ、こう、ちょっと、ちょっと、ややこしい記号ですけれども、まあ、要するに、まあ、あの、S の弦の一時結合で書けるものを全部集めるっていうことですね。これはまあ、要するに、有限個とりあえず取ってくると。まあ、その有限個はどれかわからないので、えっと、数学的にきちんと書こうとすると、まあ、ちょっとこういう記号、こういう感じになっちゃうんですけれども、まあ、例えば、こうね、1、x、j、x、4、j、x、2、n 乗と、x の偶数べきの1も含めて、x の0乗も含めて、偶数べき全体の集合って、これ無限集合ですけれども、 こういうので生成される多項式の全体っていうのは何かというと偶数字の項だけ持つ多項式全体ということになるわけですね。偶数字の項だけ持つ多項式全体っていうのは、まあ要するに、えっと、多項式なんで、えっと、まあどっかで止まるんですね。X の100乗か200乗か1万乗か知らないけど、とにかくどっかで有限項で止まるんですけど、1億乗でも100、100兆乗でも一応含むのは含む。無限大はないんですね。無限に続く級数は含まないんだけども、何乗まで含むかはわからないんですけども、とにかくまあ 有限であることは確かなんだけども、いくら大きくても有限は有限ですから、まあそういうもの全体ということになるわけですね。うん、そういうものが、まあ部分空間になりますよということをこれからちょっと見ていきたいと思います。はい。それではですね、この V のベクトル空間に対して、部分集合、これまあ無限とも有限とも取ってませんけども、まあ基本的にはですね、あの考えるのは有限でいいので、そのややこしいことを考えなくていいんですけども、この S の要素の一時結合全体、これですね。 これは V の部分空間であるということをこれから見ていきたいと思います。で、まず、これをですね、まあ、S で生成される部分空間というふうに今後呼んでいくわけですけども、この S で生成される部分空間が実際部分空間であるということをきちっと見ていきましょう。記号なんですけども、一応この S が有限期集合のときは、こういうふうに V1、V2、点々点 VM で生成されるということで、まあ、中括を端折ってですね、こういう形で書きます。 まあ一時結合、まあ全体ですから、あのー、これ順序は別に、あの、入れ替わっていても、としては生成される空間としては一緒の同じものなので、まあ順序は今の場合、特に重要じゃないんですけれども、ないので、まあ本当はこ,これで、この記号でいいんですけれども、この記号でいいんですけれども、えー、こういうふうな形でも書きます。ですが、ですから例えば V1V2 というやつと、V1V2V1 というやつとはこれ当然同じもの。 になりますね、でこの主張、この命題の主張なんですけど、これはもちろん S が無限主語のときも一応成り立ちますよということですね。まあ、略称と書いてありますけども、一般の S でやるとちょっとシグマ記号とかいっぱい出てきて、場所を通りますので、上の部分、一時結合の部分は普通にシグマ記号で、まあ、脳内変換して聞いてください。S が UV2 個の場合に一応やってみますと、一時結合と一時結合の和は一時結合になる。 一時結合の例題でもやったように、ま、一時、企業一時結合と一時結合の和ということはですね、まあ、一時、あの、和とスカラバイは使って得られるもので、結局、ま、こういう一時結合になるわけですね。同じように、スカラバイの方も一時結合になるということで、えっ、と、和とスカラバイについて閉じているということが言えるわけです。要するに、シグマ記号で書いた方が、こちょっとこの、ここが短かったですね。はい。ということで、え、これが、あの、部分空間になるということはわかりますと。和とスカラバイについて閉じているので、まあ、部分空間ですと。 で、この S なんですけど、S で生成される部分空間なんですけども、これは S を含む最小の部分空間であるということが非常に重要なポイントですね。ここで最小と言っているのは何かというと、まあ、数じゃないので、もちろん小さいとか大きいとかいうのは普通の意味ではないんですけども、この最小っていうのはその集合の方眼関係ですね。A が B より、B は B に含まれるというときは、A は B より小さいと。まあ、ただし、 A と B がお互いにこっちでもこっちでもないというときには A と B の代償関係はつかないんですけども、えっと、そういうのはまあ置いといて、そ,それでもまあこれに対してこの A かつ B というのは A, と A よりも B より小さいですから、まあ、そういう意味でこれ以上は小さくできないという意味で、一応こう最小ですね、最小という言い方をしています。でえっと、この、 最初の部分空間という表現はもう少し数式っていうか数学的に記号で書くと、えっと、W が部分空間であってですね、まあ、S を含んでいるならば、W はこの S で生成される部分空間を含みますよ、ということですね。はい。で、S で生成される部分空間はそれ自身部分空間ですから、結局、W っていう S を含む部分空間の中で一番まあ、小さいもの。どんな W であってもですね、W は S を 部分集合と S で生成される部分空間を部分空間として含むわけですから、一番まあそういう意味であの集合の方角関係の中で一番小さいやつということになるわけですね。これ以上、この S で生成される部分空間、これ以上、えっと、小さいなんか部分空間 U を取ってくると、これはもう絶対に S を含むことはないということに逆に言うとまあなるわけですね。で、えっと、 ま、あとでちょっと例題でもう一回確認しますけど、ちょっとだんだんパズルチックになってくるので、ま、ここは、あの、一応、え、コメント、注意事項として書いておくと、エースで生成される部分空間はもちろん無限集合、一般にも無限集合ですけども、この無限集合でまた生成される空間っていうのを考えることができますが、これはま、結局、それ自身。 S, S で生成される部分空間に戻ってきますだから何回小なり大なりっていう記号を外につけてもそれもう一緒だということですね。であと S がこの無限の場合の証明っていうのをまあちょっと自分で後で,、まあ、後でちょっと例題実はやるんですけどもちょっと考えてみてください,、はい。それでは生成される部分空間の例題をちょっといくつかねあのやっていきましょう。 まず最初の問題は R2、R3 の地明でない部分空間を決定しなさいとようやく出てきました。先ほど最初に部分空間のイメージというところで導入しました。平面の中の平面に含まれる部分空間、平面の部分空間って一体どんなものがあるのっていうことのですね。最終的な回答はここで得られるわけですね。これスッキリします。はい。解ですね。はい、まず R2 の部分空間 W を部分空間とすると。 え、んで、えっ、ー、と、0だけの空間は部分空間でしたので、0だけの空間っていうのもあるわけですけども、えー、自明でない部分空間を決定しなさいと。こういうことですから、えっ、ー、と、W は0だけからなる部分空間と違うとしていいわけですね。違う。ということは、W には、あのー、0でないベクトルが必ず1個は含まれますね。必ず1個は含まれます。でそれを1つ何でもいいから取ってきて、えっ、ー、と、V というふうに。 呼びますそうすると、W が、この、W は当然結局この W は、これを含むわけですね。この V で生成される部分空間を含むわけですけども、W がもし V で生成される部分空間と等しければ、これは何を意味するかというと、W は原点を通る直線ということになるわけですね。なので、W が V を真に含んでいるという場合を考えます。W は常にこう W はこの V で生成される空間を含んでいるわけですけども、 え、これがイコールである場合は、もうそれで終わりですね。イコールでない場合は考えましょうというわけですね。イコールでない場合はどうなりますかというとですね、え、イコールでないんですから、え、この w とこの v で生成される空間の中に、こう w っていう空間があって、この中に v っていう直線が入っているわけですけども、こう入っ0でこう v っていう直線が入っているわけですけども、ここになんかあのまだベクトルがあるというんですから、ここは w を取ってきます。 そうすると、この W はあもちろん0ではありません。0はこっちに入ってますから、0こっちに入ってますから、W はもちろん0ではありません。ね、で、しかも、V 方向の直線には入ってないわけですから、v は W は V と平行ではありません。で、当然、この W を含んでますから、VW で生成される空間、V と W の一時結合全体を W は含んでいます。ということになる。ところで,ですね、まあ、平面っていうのはですね、 平面の2のベクトルっていうのは、2つの、ま、あ何でもいい、こう、平行でないベクトルがこう、あったとするとですね、こう、まあ、なんか、あの、こ,こっち方向に引いて、平行四辺形でこう、分解してですね、ええー、こう、まあ、こう、2つベクトルがあったとすると、こ、こっち方向に s 倍の a と、b とすると t 倍の b という形で、この2つのベクトルにこう、分解できたわけですよね。できるですね。ま、機械的に、あの、作図できるわけですね。 ということなんで、えー、互いに平行でない二つのベクトルの方向に分解できるということで、これを言い換えると、つまり R にはあ、えー、平面のベクトルは全て VW の一時結合全体ですね。二つのベクトルの方向に分解できるということは、V と W の S by V と T by W の和にかけるということですから、つまり V と W の一時結合全体に含まれるということですね。で、一方、W はこれを含んでいるわけですから、 W はしかも R2 の部分空間なわけですから、R2 は VW の生成する一時結合全体、生成する部分空間に含まれ、VW の生成する部分空間 W に含まれ、W は当然 R2 の部分空間ですという関係になりますので、これは、不等号で言ったら A 小なり B 小なり C、C 小なりイコール A とこうなっているので、結局この全部の不等号がイコールでしたということですね。ということになりますので、えー 結論として、w イコール r2 と。つまり、地名になっちゃうんですね。また全体になっちゃうんですね。ということで、結局ですね、地名でない部分空間は何かというと、原点を通る直線のみですよ、ということになるわけです。はい。まあ、このプロセスを、r3 空間の場合にも適用するとですね、容易にわかりますように、まあ、最初のところ直線だけっていうのは、ま、一つのケースとしてあるわけですね。で、それ以外に次は、ま、なんかこう、 平面が、原点を取る平面が出てくるわけですね。で、原点を取る平面が出てきて、その次に、もう一個、その平面上にないベクトルを取ってきたときに、え、それが、もし W が含んでいると、結局ですね、三つのこう平行で、ね、互いに同一直線上にない、同一平面上にない、え、三つのベクトルを取ってくると、それで一時結合で書けますので、つまり、全体になっちゃうわけですね。というロジックで、まあ、ここの、このロジックと同じロジックで、ちょっと一段階増えるだけ、 だけで、まあ、原点を通る平面のいずれかとなることがわかるということで、え、結局、まあ、R2 の場合は原点を通る直線だけと。空間の場合は原点を通る直線か、原点を通る平面だけと。いうことですね。もちろん、原点を通る直線や原点を通る平面は、あの、一つではありません。いっぱいありますけども、それなんていうのかな。あの、構造的にですね。構造的に同じもので考えると、その、パターンしかないということがわかるんですね。ですから、イメージとしては、 R2 の場合は原点を通るこの直線、こういう部分と、いう、いうことですね。で、R3 の場合は原点を通る直線か、この直,この中で直線か、もしくはなんかこう平面と、どっちかだと、いうふうなことになるわけです。はい、もう一つ例題ですね。えー、っと、問題としては、次の各部分空間を生成するベクトルの組みを一組見つけなさいと。まあこれは、あの、後でやる話の、まあちょっとあの、序論みたいな感じなんですけども、 逆にですね、生成するベクトルじゃなくて、生成するベクトルを求めなさいということですね。生成するベクトルから生成する空間がどんな空間かを知るのではなくて、空間から生成するベクトルを探そうという問題ですね。はい。まあ、あの、これは一般的にはちょっと、あの、もうちょっと一般のをやらなきゃいけないんですけれども、簡単な場合をちょっと例でやってみましょう。簡単な場合とか、すでにやったことからわかる問題ですね。はい。それではちょっと考えてみてください。 はい。それでは1番ですね。1番は、FX が P2R。二次以下の多項式であって、F0 イコール0ですと。こういうことですね。えー、F0 イコール0っていうことをですね。はい。えっ、ー、と、F0 イコール0ということはどういうことですかというと、W1 は結局、あの、F0 が0ということはですね、0入れて0の定数項がないっていうね。定数項が0になっているってことですね。だから A、A たす BX たす CX 以上のところで言うと、A が0ってことですね。ちょっとこう記号がずれてますけども、 あの、要するに1次の項と2次の項しかないということですね。たかだかね。はい。AB は、ま、実数全体ということで。はい。これは何か言うたらいく、こういう形してません。これ何全体ですかね。はい。あの、X と X 乗の一次結合全体ですよね。ということなんで、これは X と X 上の一次結合全体に他ならないので、X と X 上で生成される部分空間。 ということもこちらなんかこう、定性的な性質で部分空間を特徴付けたんだけども、こっちは構成的、構成的に部分空間を特徴付けたという感じになっています。はい、もう一つ2番ですね。2番の方は、えっと、前やりましたこのフィボナッチスーレスと同じ全化式を満たすやつということでしたけども、あの、この A を最初の項が1、0のやつと0、1のやつで、 え、これを C1 倍 C2 倍して、え、足してやると、こう、初項は C1、C2 のフィボナチ数列じゃないけど、この全化式を満たす一般の数列を全て表せるっていうことをやりました。ということは逆に言うと、これ何かというと、この W2 っていうのは、この A と B で生成されるということがわかるんですね。はい。つまりこうだとわかるわけです。まあ、この2番に関して他の生成組を探してみましょうっていう、ちょっとこう、問いかけがありますけども、 例えば、これは生成しますかこの二つの数レッは生成しますかということですね。はい。ちょっと考えてみてください。どうでしょう生成するでしょうかはい。えっと、この一番目、一つ目、これはですね、この二つの組み合わこれ生成しないんですよね。なんでかって言ったら、こっちの方がこれの二倍なんですね。だから、えっと、これ何倍してもですね、何倍してこれ、こういうところを何倍して足してもですね、結局、なんか、 えー、c, c, 2c, 3c みたいな、こういうフィボナッチ数列の cy みたいなやつしか出てこないですね。はい。ですから、あのー、え、まあ、例えば2,3,5,8っていう、こういう数列はこれとこれを何本組み合わせてもですね、ぜまあ、出てこないですね。はい。まあ、ちょっとずらすと出てくるんですけども、じゃあずらしたら出てきますね。ずらしたら出てきますけどもあの、ずらすわけにいかないので、ずらすという操作は今、ワトスカラ倍には入っていませんので、まあ、出てこないんで、えー、この、うん、 この二つのベクトルではちょっと生成しない。で、こっちの方はですね、これは生成するんですね。これはあの、え例えば、まあ、2、3、5はもうこう、すでに1個あるので、あれですけど、えっと、要するにこれ、1、1ベクトルと2、3ベクトルをうまく組み合わせて、適当なベク2位のベクトルを作ってやると、この二つのベクトルの、を、第1成分と第2成分を第1個と第2個とするような数列が、こう作れちゃいますね。ってことは、まあ、ま、簡単にわかるわけですね。 なので、え、これは、こっちの方はちゃんと生成してます。ということで、まあ、どんな二つのベクトを取ってきても、これ二つで生成できるかっていうと、そういうわけではないんですね。はい。ということで、上の考察から、どの、どのような弦の組が W2 を生成すると言えるか、ということで、まあ、ちょっともう答え言ってしまいましたけども、答えみたいな感じのことを言ってしまいましたけども、いいでしょうか。はい。で、あとですね、え、どのような部分区間 W についても、W は W で生成されるわけですね。え、ですけども、これはのはデカすぎてですね、 全然意味がないわけですね。あのー、まあ、最小限の、この全化式を満たす数列全体でこの全化式を満たす数列が生成されると言ったはずね。何も嬉しくないわけですね。この二つの数列で、この、この二つの数列の一時結合で書けますよと言った方がですね、全然嬉しいわけですね。はい。ということで、えっと、まあ、できるだけこう小さい生成する集合が、ま、今後問題になってきます。まあ、これはまたいずれ機会を改めて。ということですね。はい。え、それでは次の例題いってみましょう。 例題3ですね。問題としては、V をベクトル空間として、V の部分集合 ST があったとしましょうで。まず1番目は、S の生成される部分空間の生成する部分空間は、S の生成する部分空間と等しいと。まあ、以前やったやつですね。これをもう一度確認してみましょう。2番目は、S と T の間に方眼関係がある。S が T に含まれる。S が T の部分集合であるとき、S の生成される部分空間は、 t の生成される部分空間の部分集合である。まあ要するに部分空間でもあるわけですね。3番目は s と t, s と t がまあこのような関係、s が t に含まれ t が s の生成する部分空間に含まれているならば s と t の生成する部分空間は等しいということですね。これはつまり平たく解釈すると s を含むような s に生成される部分空間の部分集合は s を含むようなやつはね やはり S の生成する部分空間を生成するということですね。つまり S の生成する部分空間があれば、その S の生成する部分空間のところから S を含む、S をちょっとまあ広げてはですね、拡大してもですね、S と S の生成する部分空間と T の生成する部分空間等しいと。広げた集合 T も S の生成する部分空間を生成するということですね。はい。では、あ これをちょっと証明をですねちょっと考えてみてくださいはいそれでは解説していきましょうまずですね S の生成する部分空間っていうのはどういうものだったかというともちろん定義は S の弦の一時結合でかけるものベクトル全体ですねということになるわけですけどもそういうものそれは S を含む最初の部分空間ということでしたですから S の生成する部分空間が生成する部分空間は、S の生成する部分空間を含む最初の部分空間なんですけれども、S の生成する部分空間それ自身が部分空間ですから、それを含む最初の部分空間というのはそれ自身であるということは自明ですね。はい。ということで、S の生成する部分空間自身が部分空間ですから、S の生成する部分空間が生成する部分空間は S の生成する部分空間であると。 それから2番は S の要素は T の要素ですから S の要素の一時結合は当然 T の要素の一時結合になります。ですから S のの S のベクトルの一時結合全体っていうのは当然 T の原の一時結合全体でもあるわけですね。ですからこ,れこの方眼関係は当然ということになります。三番目、最後3番目ですけども2番目のことからですね2番を使うと S と T の方眼関係がありますから S と T S, S の生成する部分空間は T の生成する部分空間の部分空間なんですけれども、さらにその T と S との関係ですね。T と S とのこの関係がありますから、これについてこの2番を適用すると T の生成する部分空間は S の生成する部分空間の生成する部分空間の部分空間ということになります。 で、これを見、で、ここでこの、えっ、ー、と、S の生成する部分空間の生成する部分空間は1番によって、S の生成する部分空間と、これ等しいわけですね。ここと等しいので、こういう関係式、こういう方眼関係が成り立つということになります。そうすると、これはちょうどこの不等式、A 小なり B 小なり A ということと一緒で、これはつまり、この不等号は全部等号だった。つまり、ここの方眼関係は全部イコールだったということになりますので、S と OT の生成する部分空間は等しいと。 いうことになります。はい。ということで、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、3の意味は、V が仮、意味っていうか、まあ、えっと、よく使われる文脈としては、まあ、V が S を、S が V を生成しているときにはですね、S を含む2の集合は V を生成するということですね。これはつまり、例えば、えっと、10と01が、こう、えっと、R2 を生成していると。 そうすると、この10と01を含んでさえいれば、例えば11とか23とか45とかをこういくらこう付け加えていってもですね、それはやっぱり R2 を生成するということには変わりはないわけですね。まあ当然と言えば当然なんですけども、まああの、いらないものをいくら付け加えたところで結局はまあ、あの、生成する部分空間、一時結合全体っていうのは特に大きくはならないということになるわけです。まあ特に大きくならないっていうのは重要ですね。はい。だから、えっと R3 の、 なんかこう平面があってですね、平面 V があって、この V が2つのベクトルで生成されるときに、その平面上のベクトルをいくら付け加えた集合を考えても、それらで生成される一時結合全体っていうのは結局その平面そのものを超えることはないっていうことですね。まあ、あの、ま、直感的に当たり前といえば当たり前のことですね。その部分空間のベクトルの中のものをいくらこう足したりスカラバイして足していってもですね、そこを飛び越えることは絶対にないわけですね。 ということです。だから二次元の世界に住んでいる人たちは、あお互いいくらこう足したりスカラバイしたり、一生懸命頑張ってもですね、その二次元の世界から三次元の世界へ飛び出すことはできない。まあそういうイメージですね。 で、えー、まあ、問題はですね、この、まあ、要するに、いくらでも膨らましてもですね、V を生成するということは変わらないんですけれども、これが、あの、まあ、いかに、あとは小さくするかですね。だから、ひょっとしたら、その、この S 自身がもうすでにですね、あの、もともとなんかもうちょっと S より小さい S0 というもので生成されていて、S0 がこう、S よりも本当に小さいもので生成されていて、S である必要ないって、もうちょっと削れると。で、もっと小さくできるんじゃないかと。どこまでも小さくしていった方が、 まあ、簡便ですよね。平面のベクトルをですね、平面がこう S とこう V と、2つの U と V で生成されるというときに、U と V と U たす V と U たす 2V で生成されるとか言われてもですね、これいらないものなんだから、いらないものは落としちゃうわけですね。まあ、もちろん UV、V を落として U と U たす V を取ってもいいんですけども、まあ、いずれにしろ、まあ,いくなあの、いらないものを削るという操作をして、えー、まあ、減らしていきたいっていうのが今、まあ、次回。 次回からのテーマということになりますで。最後の例題をやってみましょう。最後の例題は、V がベクトル空間で S が V の部分集合で、まあ、無限集合の時、この無限集合の場合に S の生成する部分空間という S の一時結合全体が、これがまあ部分空間であることを示せという問題ですね。まあ、有限項の場合はですね、まあ、そのまま書き下して、S の辺を書き下して、こう一時結合と一時結合を足したら、まあ、同じように S の辺の一時結合になるからという言い方ができたんですけども、 えー、無限の場合はあの S の弦を全部書き尽くすことができませんのでその中からいくつか有限項を選んだ一時結合ということなので、えー、これを一応、まあ、それほど自明ではないですねなのでこれを示しなさいという問題です、はい、ちょっとこれはまああのー、ロジック的にちょっと難しいと思いますのでまあちょっとかん一応まあ考えてみてくださいはいそれでは解説していきます、えー、X 1, X という、まあ え、s, s の生成するというか s の一時結合全体ですね、を取ってきます。で、この時に x1, x2 っていうのがですね、足したものがですね、再び s の一,の一時結合全体に含まれるということを言えばいいわけですね。で、ここでですね、x1, x2 は s の何か有限個のベクトルの一時結合ですから、有限個の部分集合、そのままベクトル t1, t2 っていうのを取ってきてやって、x1, x2 はそれぞれ t1, t2 の 一時結合としてかけるというふうにしていいわけですね。はい。このように置いてよろしいと。で、その時に t を t1、t2 の和集合とすると、x1,x2 は、この t の、まあ、t もこれもちろん、有限集合と有限集合の和集合ですから、有限集合なので、t の弦の一時結合として当然かけてるわけですね。まあ、もちろん、あの、係数が0になる、えー、ところいっぱいあります。出てくる、きますけども、えーまあ、t の弦の一時結合としてかけてるということには変わりはないわけですね。 あの、0倍が入っても構いませんのでね。V1 というのがあったら1、V1、一倍の V1 というのがあったら、これは1倍の V1 たす0倍の V2 と書けば、V1、V2 の一時結合と見ることができるわけですね。なので、X1 たす X2 は、この t の生成、t の一時結合全体というのは部分空間でしたから、これは和が、この中に入っているわけですね。ということは、これは t は s の部分集合でしたので、s の一時結合全体の部分集合ですから、これに入っていると。 すなわち、和について閉じていると。スカラ倍についてもですね、これは、あの、ここに入ってますから、スカラーは、こう、閉じているということがわかるわけですね。はい。ということで、S の知事結合全体は和とスカラ倍について閉じているから、部分空間で、まあ、これもですね、あの、無限集合の場合も、S の生成する、え、部分空間という言い方をしているわけですね。ということで、まあ、S が、まあ、無限集合の場合もですね、一次結合は有限個しか考えないので、実質、有限での議論でやれば済む。 ということになるわけです。で、まあ、これは例えばですね、えー、多項式間ですね、えっ、ー、と、すべての多、多項式のなすベクトル空間ですね、えー、多項式全体の集合というのを考えると、これは、あの、有限項の原では絶対生成、あの、生成されないですね。えー、例えば、1xx こう有限項の原で、v1 から vn で生成されていたとすると、えっ、ー、と、この v1 から vn というのはそれぞれ多項式ですから、まあ、次数があるわけですね。 まあ V1 が3時で V2 が100次で V3 が1万時で Vn が1億時だったとしてもですね、一番その中で実数の高いものが例えば100兆時だったとしてもですね、100兆プラス1時の多項式は絶対表せないので、有限個でえ生成されるということは、これ絶対あり得ないわけですね。ですから、これはあの、無限個の集合必要なんですけども、それはま、例えば 1x、x 次乗、x3 乗、ててて、x の n 乗すべての集合、s イコール、 x の i 乗 i コール0から無限大というようなこういう集合ですね。こういう集合で生成されるわけですけども、まあ、しかし、ま、生成されるといってもですね、この無限級数じゃないですね。無限こ数多項式ですから、あくまでも多項式ですから、この x の i 乗という形をしたものの有限個の一時結合でかけていると。まあ、これがま、一番典型的なこういう無限個で生成されると。 いですね、で線形代数でいろいろやる場合はですねこの無限個でないと生成できないような場合は除外しますですからこのちょっとでかすぎるので、えーまあ、普通に考える場合は全て、えーまあ、n 個の弦例えば1から x の n-1 乗とかですね生成されるようなベクトル空間だけについて考えるということにします。